立ち止まり、平和の尊さを見つめよう。ささやかな幸せも、こよなき繁栄も、平和の光が消えたなら、すべてが失われる。私たちの手にあるこの輝きを、明日の世代に伝えよう。1988年3月15日、この日、私たちは永遠の平和を願い、中央区が平和都市であることを宣言する。私の中央、ご案内役の伊藤典子です。こんにちは、新井真由美です。さて真由美ちゃん、はい、今ご紹介したのは昨年の11月に行われた平和コンサートの一部なんですけれども、はい、まあ、コンサートの中で芸術ってこんなにも普通で楽しいって銘打ってありますように、平和っていうのは何も難しく考えなくても、こう普通、つまり何気ない生活の中にあるんじゃないかなと思うんですね。でもね、伊藤さん、こうして改めて平和という言葉をかみしめてみると、私たちはそれをあまりにも意識しないで生活してるんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、はい、あまりにもこう慣れすぎてしまって平和の大切さを見失っているのかもしれませんね。そうですね。その意味でこの中央区の平和都市宣言は私たちに平和の尊さを思い出させてくれたということで、大変意義深いものですね。そうですね、あの平和っていうのは何も戦争がないことだけじゃないと思うんですね、はい、例えば全ての人間が平等であり得るとか、安らぎを持って生活できるとか、はい、これは福祉や環境がこう整備されているっていうことですし、うん、まあ、文化的に誇りを持てるっていうことも平和につながると思うんですね。そうですね、はい、そこで今回の私の中央は、新しい年を迎えまして平和であることの大切さ、ありがたさを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。ただいま上程されました議案第39号、本区平和都市宣言につきまして提案の理由をご説明申し上げます。正義と秩序を基調とする恒久的な国際平和を希求することは、私たち人類の念願であります。21世紀に向けて、理想的な地域社会を
この中央区に実現させるためには、平和な国際社会が維持されていることが絶対的条件であることは言うまでもありません。そこで平和が人類繁栄の礎であることを、私たち区民が改めて確認するとともに、日常の区民生活において、平和の理念を生かし、世界の恒久平和のために、本区が貢献することを誓うために、本案を提出した次第であります。よろしくご審議の上、ご決定のほどお願い申し上げます。この翌日、区の誕生日である3月15日に平和都市宣言をしてから、中央区ではその記念事業としていろいろな施策を推進してきました。その一つとして、11月3日の文化の日にシンボル平和の像が完成、お披露目が行われました。平和、平和ほど大事なものはございません。しかし残念ながら今日、まだこの平和が定着したとは言い難い状況にあるわけでございます。ただこの平和はそう難しいものではございません。私たちが平和の問題を自分の問題として捉えさえすれば、恒久平和は達成されるわけでございます。そういう身近な問題として捉えていただきたいという願いを込めて、今日この平和の像を建立した次第でございます。平和をかみしめるかのように物思いにふける女性の姿、まさにシンボルにふさわしい素晴らしい作品ですよね。そうですね。幸せに暮らしていくには優しさとか思いやりが何よりも大切なんですけれども、それから言えば女性像というのはふさわしいですね。はい。また思いやりといえば、福祉にはその心が絶対に必要ですよね。平和都市中央区ではその精神で福祉の充実に力を入れているんです。こちらではハンディキャップを負っている皆さんが自立を目指すために作業訓練に頑張っていらっしゃいます。そこで、指導をなさっている方にちょっとお話を伺ってみたいと思います。ちょっとすいません、皆さん一生懸命やってらっしゃいますね。こちらの福祉センターではどういった指導をなさっているんですか？簡単なこのような、ね、作業を提供しまして、その作業の訓練と、あと日常生活指導を行いまして、まあ、自立に向けての訓練をしているというところです。そうなんですか。幕内さんは平和とはどのようにお考えですか？そうですね、力の弱い人、例えば子どもとかお年寄りとか病気の方とか、それといろいろなハンデを持っている方たちと、健康な私たちとが毎日楽しく笑えるような生活ができることだと思っています。その通りだと思います。私たちももっと思いやりの心を持って福祉というものを考えていかなければなりませんね。さて、まゆみちゃん、はい、暮らしといえばそこに安らぎといったものがなければ平和とは言えませんよね。でも大丈夫です。区では、豊かな環境づくりを積極的に推進していますからね。ところで、昨年の4月に完成したこの施設もその成果の一つなんです。わあ、海がすぐそばにあるんですね。うーん、すがすがしくて気持ちがいいですね。私は今豊見運動公園を見下ろしているんですが、まさにウォーターフロント、都心にこんなにゆったりとしたところがあるなんて、とってもリッチな気持ちになりますね。
海運動公園にはこの憩いの広場をはじめ、運動広場ですとかテニス広場、そして、浸水広場と4つの広場に分かれていて、皆さん目的別に楽しめるようになっているんです。そして、こちらはですね、災害時には避難場所にもなっているんですね。それにしても皆さんの表情を見ていますと、平和っていいなってつくづく感じますね。唐突なんですけれども、平和だなって思う時ってどんな時でしょう？やはり子どもたちとこうやってスポーツを楽しんでる、そういう時じゃないかなと思いますね。一日子どもを相手にしてて、もう本当に毎日戦争みたいですから、もう子どもが2人とも寝ちゃって寝顔を見てる時が一番、今は平和かもしれない。そういうか、かわいい、楽しい時。そう、普段あまりね、平和って考えたことないですよね。だから考えてないっていうこと自体が平和なのかもしれませんね。そうかもしれないですね。皆さんのお話を伺っていますと、心にゆとりというか安らぎがあって初めて平和なんだっていうこと、そしてそのためにはこの公園のように水や緑といった素晴らしい環境がとっても必要なんだなっていうことを改めて感じました。その通りだと思います。ところでまゆみちゃん、子どもたちの明るい笑顔を見て思ったんですけれども、今まで平和の条件として豊かな環境、思いやりの心と挙げてきたわけなんですけれども、もう一つ忘れてはいけないものがあるんです。それは文化。文化って人間がより良い生活を目指して努力を重ねた結果形作られるものですよね。ということは、平和でありたいという願いがその文化を作っていくとも言えるんじゃないでしょうか。そう思いますね。物質的、精神的両方の意味でより快適な生活の追求が、より素晴らしい文化を築き上げていく、まあ、そういった意味では平和都市を宣言するということは文化都市を宣言するということにつながるのではないでしょうか。文化といっても常に新しいものでなければならないというわけではありません。例えば歌舞伎などの芸術や、いわゆる伝統工芸といった技術には長い歴史の中に培われた様式美があります。そしてそれらの美しさはまた常に新鮮な感動を私たちに与えてくれます。中央区には誇りを持って伝統工芸の技術を守り続けている方がまだまだたくさんいらっしゃいます。これはもう本当に素晴らしいことですよね。こちらもその一例なんですが、早速お邪魔いたしまして、その匠の技を見せていただこうと思います。漆といいますとね、輪島とか津軽とかが有名なんですけれども、この江戸漆器っていうのはどのような違いがあるんでしょうか。下地から中塗り、上塗り、研ぎですね、その工程を1から10まで1人の、職人が全部仕上げるということですね。そうしますと出来の良し悪しにそれだけ責任が重くなるっていうことですね。そうですね。漆っていうのは手をかければかけるほどそれに期待も応えてくれるということです。それが私にとっては非常に魅力を感じるところですね。唐突なんですけれども、中島さんが平和だなって思う時ってどんな時でしょうか。そうですね、裕福な人が昔は敷物っていうのは使ってたんですけど、今は一般家庭の人たちがね、漆器を使えるってことはやっぱり幸せだと思います。
確かな伝統工芸、この良さを次の世代の子どもたちにもきっちりと伝えていきたいですね。そうですね。でもね、伊藤さん、伝統工芸も言ってみれば芸術ですよね、はい、その芸術も中央区では平和都市宣言の記念事業として取り入れているんですよね。そうなんです。11月の21日に行われた平和コンサートがそれなんです。美しい音楽は平和を愛する心を育みます。その通りですね。それでは永遠の平和を願って開催された平和の街の音楽会、美しい音楽をじっくりと聴いて平和であることのありがたさをかみしめて、今回の私の中央を締めくくることにしたいと思います。
Thank you.